はい、おはようございます。ヒヒヒヒ本日5月の3日ですけども、ゴールデンウィークもね、半ばに差し掛かり、まあ後半戦かということで、今からですね、僕たちは、千葉県にある幕張市、間違えた、千葉市の幕張のフリーマーケット、ドキドキフリーマーケット2019ですよ、に行きたいと思います。僕たちは何回か、掘り出し物が、そう、掘り出し物がね、僕たちは何回か行ったことがあって、掘り出し物ですよ。一人でもあるし、あの友達ともあるし、で車で行ったこともあるし、電車で行ったこともあるんですけど、今回は車でね、あのちょっと大きな車を、大きめのね、サイズの車を、あれです、あのというわけで今から向かいたいと思いますので、また後でお会いしましょう。 See you。 この道は新しいから本当あれだよね。そうだね、新しさはあるっていう、爽快感ね。やっぱり高速使わないで行くって結構あのポリシーとしてあるからさ、高速使わないで、そうなんだ。ねえ、お前それさ、それカロリーメイトじゃないよ、ジェンガのあれだよねジェンガじゃねえかよジェンガだよ、別にジェンガイルとして使ってるカロリーメイトのチーズなんで加えたんだよ、じゃあなんでだろうそれ困るだろう、今それ2ピースない人たち遊ぶ時めっちゃ困ってた2ピースねえ、2ピースねえって言ってシェアハウスのやつら。はい、というわけで着きました、千葉県の幕張に。もともと海ですよ。そうですね、もともと海、はい、ここそうですね、はい、まあ、結構渋滞もあったんですけど、無事に来れたかなと思うので、もうね、やっとと思ったんですが、またここからちょっとメッセまで歩くっていうかね、歩かないっていうかね、ちょっと行ってみたいと思います。もともと海ですか。はい、ようやくですね、今、幕張メッセに着きまして、もうこの時間になるとね、そんなに混んでないんですけど、時間はもう12時かな。で、今から中に入ろうと思うんですが、今日のお目当ては僕はね、ちょっとこうセンスのいいものを安く買えればと思ってます。後ろの彼はなんつったかな、何が買いたいって言ったっけ。ちょっと羽織物あれば。羽織物で、これなんでエプロンつけてんの。これ、帰らそうと思う。ああ、これはあの、関係者を装ったんです。関係者を装って、クロートとして、あの軽装とエプロンで、はい、あ、どっかで売ってる人だなって思われて、そう、なんかこんな感じじゃダメだと、売れ合いになっていく、その、あ、もうディスカウント前提で、あの、はい、話進めるようにっていうテクです。なるほど、クテです。クテですね。じゃあ早速入っていきたいと思うんですが、これ撮影は大丈夫かな。大丈夫だよね一応。あ、車のとこ来ちゃった。あ、ここだ、ここここ。ドゥーン、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 これ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 、これが日本最大のフリーマーケット。オーマイガッド、ゴッドファーザー降臨。何やってんねん。これですよ、これがチケットが800円。これやばいよね。しかもね、1個じゃないですよ、何個も会場があって、ここだけじゃないっていう。で、こうやって一般の人が売りに来てっていうこともできるんですよね、車で。これはテンション上がりますね。じゃあ早速行ってみたいと思います。いいね、刀も欲しいし、端っこ行きましょう。一応ピンマイクを持ってきたんだけど、声を張ってもらわないと入りません、声が。でね、毎年なんかこう来るんですよ、ゲストが。去年は、あ、あ、敷く？おっと、シートを敷くようです。シンプソンズじゃん。お前パンツ見せたべ、最低だな、ほんと撮ってたぞ、今。しかもすごいババアで、わざわざ、すげえババア言うなよ、そういうの。まだ見てるし、サボってんだよ。うわ、見て見て、うん、うわ、絶対普通には買えない。昔の鑑定団みたいな、やべえ鑑定団、ほんとだね。
いいなぁ。あれカンガルーが入ってる。本人は考える。これは考える。僕は考える。んあ、本当だ。ミスチルの懐かしい。結構好きかも。黒糖系の人形さんたち分けありの旧。懐かしいな。ひとしくんがあそこにある服部くんのマグネットなんですけど、これを買いたかったみたいで。かわいいし、で、やっぱ2枚、うん、今2枚で100円だったらいいなと思って聞いたんですよ。はい。そしたら、ちょっと待って、そしたら1個1500円になって。いや、なんか全体的にちょっとなんか高そうだなと思ったけどさ、もっとなんかゴミみたいに置いてあったらいいけどさ、1500円は高いね。まあでも人の、ね、値段はつけるのはオーナーですから。スキーメガネ見てる。これ凛々しき顔。凛々しい。かわいい。これスキーメガネなんだ。めちゃくちゃ懐かしいけど凛々しき。はい、今ね、ちょうど1個目の途中まで来た。まだまだ全然あるんですけど、射的を見つけました。で、この後ろの彼が挑戦したいって言ってるんで、どうなん、取れるかな。で、一番が、特徴がペアチケットで、効果ディナーペアチケット。お待ちのお客さんいらっしゃる。やるの？やりません。やんないんかい。おい、やると思ってたの、待ってたのに。なんで？待ってください、ちょっと待ってください。もう一回ちょっと時間ください。はい、なんで？USJペアチケット。はい、USJペアチケット。はい。僕、射的大好きなんです。おー、いいじゃないですか。やりません。やんないんかい。チケット買おうたら、チケット買おうたら。いくらでしたか？300円です。で、何粒？3粒。3粒いい決してる。いいね。いいいいいいよ。絶対取れよ。 あれはで、そんなに出してただけで呼ばないと。あーあ、それこれ開いてる。そんなの来るわけないじゃん。はい、3粒ですか？3発です。3粒。はい、3粒。これは、どれが当てればいいんですか？まず、10のレバーをカチッてなるまで抜いてもらって、で、弾を詰めて、抜いてもらって、はい、で、的の裏にシールが貼ってあれば当たりです。貼ってなければ外れです。まだ見えないんだね、それは。そうです。だから、入ってないんじゃないですか？入ってます、入ってます。でも、特徴は、あら、1個しかない。どれですか？これ、さっき見ただろ。その、ね、のれんじゃないよ。ディズニーの この板は、この板は、まあ、特徴を選んでいただければ差し上げます。あ、本当ですか。で、あの犬ももらえるんですか？あの犬もいいですよ、もちろん。どこにあるんだろう、どこにあるんだろうな。わわわ、で、頑張って取ってね。はい、神の水汁いけ。老眼だからな。もうそうなの？豚じゃん。老眼だったら近くが見えないだけじゃん。入ってる。楽しい。射撃が楽しいわ。まず物に向かって撃つという行為が楽しい。まず、うん、最後の一つは俺。台が壊れるって。そんなカンガルー潰れてるし。身長が良いんだろうな。最初あれ10のレバー引いていただいてから先輩勝ちか。わー、惜しい。すごない？惜しかった。どんどん精度上がってない？うん、ね、もう次で取れるよ。次でインタク。その10のそんな伸ばす。伸ばしすぎだよ。浮いてるもんね。はい、かつおめ。サチコ。惜しい。残念。惜しい。残念でした。ありがとうございます。
もう一回やるんだ。飴もらえるみたいだよ。1000円ぐらい払えば後ろからじゃないですか。どうぞ。よかった。また来てください。